ターホースポケット。プラス。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。農園で収穫できます。まず農園行こう。プレゼントが届いています。WBC 即完成、化石決定戦エネーブルガチャ、シックセンス SR、 お、なんか来るぞ。なんだ、ホットケーキ。即観戦チケットばっかりだな。バランスが悪いな。何だったんだ一体。パワーアップアイテムがあるわけでもないし。衣装も手に入れましたね。ベストバ体重ですね。型のスカーレットは476kgです。入球しましょう。まずまずですね。大根、嬉しそうですね。そういえば、気合い十分ですね。札幌記念出ましょう。詳細はベストパターン17.6kg。
豊かに安城がない。何かご用でしょうか。絶好調です。行ってみましょう。25周ですね、引退まで。ちょうど半分となってしまいました。あっという間だ。一番人気ですが。おっと、ただいまより投票受付を開始。一応一番人気、二重丸を2つある。ラキシスと東方ジャッカル、これが2番人気。ラキシスが3番人気です。我が片押しターレットが1番人気になりました。今回は先方は先行です。さあ、逃げじゃなくて先行を選んだらどうなるか。控える競馬をできるはずですが、札幌の夏の風物詩というか札幌記念最大のレース、 G1 並みのメンバーが集まる札幌記念です。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番、札幌記念 2000m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは11番片野スカーレット、そのうち10番オーケイペイロー、2番ラキシス、東方ジャッカルがこれを見るようにしていっています。そして5番手に6番サクラアルビートであります。外を通って8番ラストインパクト、そしてそのうちに3番ステラウィンド、その後ろでやりましょうか、9番ヤマカツエース、12番ヒットザターゲット、ダービーフィズ、その外にデサイファー、そしてその後ろから5番ハギノハイブリッド。もう一度先頭に戻りましょう。10番オーケイテイローが先頭です。さあ、向こう流しに入りました。ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のカタノスカーレットであります。そして内からはラキシス、外を通りまして東方ジャッカル、その内からは6番サクラアルディート、そして外からはラストインパクト、内を通ってステラウィンド、そしてその外にヤマカツエース、それからもう一頭12番ヒットザターゲット、その後ろ3馬身くらいあって1番ダービーフィズ、その外からは4番デサイファ、5番ハギノハイブリッド。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭東京ヘイロー、足が止まった。外から何が来ているのか、ラストインパクトか。ラストインパクトが差を詰めてきた。頑張る頑張る柴田と東京ヘイロー、外をついてディサイファが来ている。ディサイファが3番手パタロスカーレットか、ディサイファか、ほとんど同時。ディサイファが来てますが、この首のディサイは勝ちました。片押しカレット、札幌記念勝利です。やりました。サンミドルってあるんですね。1着11番2着4番3着当番以上のように確定しました。スタートも良かったみたいですね。ようやく戦果が上がってきました。上を狙っていきましょう。かなり細く見えますね。ちょっと戻しきれませんでしたね。何かご用でしょうか。リラックスしてこう。馬体重はまだまだです。ご存知ですか。ベスト馬体重は476キロのままです。
ッキー話。ラッキー。最後奉納です。そういえば、いつの間にか聞けばこれはお住まいですね。バターを戻していきます。そういえば、気がつけば凱旋門の仕事ご存知ですか。はい、というわけで、初受賞制覇ですね。なんと札幌記念取りました。この調子で自分は半分を切りましたが、成果を上げていきたいと思います。3000枚突破すれば殿堂入りもできるんで、そちらもに向けても頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、型のスターレット札幌記念で重賞初制覇となりました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。